こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。2020年10月28日のベガルタ仙台対ヴィッセル神戸戦の前に、ベガルタ仙台社長から債務超過と道淵 DV 問題についての謝罪がありました。謝罪はしてたけど、サポーターの心には全く響かなかったと思うのぜ。私の心にも全く響かなかったわ。同じ時期に起きたアルビレックス新潟の飲酒運転問題はちゃんと謝罪がされた印象だけど、仙台はちゃんとした謝罪がされていない印象なのぜ。そこで今回は、ベガルタの道淵 DV 問題とアルビレックスの飲酒運転問題のフロントの対応を比較してみます。比較してみれば仙台フロントに何が足りないのかわかるかもしれないのぜ。では、まずベガルタとアルビレックスの事件の内容を簡単に整理していきます。アルビレックスの飲酒運転問題は、ファビオ選手、ペドロ、マンジー選手が酒気帯び運転で書類送検されています。ベガルタの道淵 DV 問題は、道淵選手が女性に DV 行為を行い逮捕されています。両方とも犯罪行為だけど、DV の方が世間のイメージは悪いのぜ。次に、J リーグへの報告を行ったかです。アルビレックスは J リーグへの報告を行っておらず、第三者の垂れ込みで J リーグは事実を知っています。ベガルタはクラブが事件を把握したタイミングと、示談になったタイミングで J リーグに報告を行っています。ただしクラブの言い分では、クラブが把握していた情報と事実が違ったとのことなので、正確な情報は J リーグには伝わっていません。報告についてはアルビレックスの方が悪質なのぜ。次に選手に対する処分です。アルビレックスは書類送検後も選手を試合に出し続けています。そして事件公表後に選手を解雇しています。ベガルタは警察の捜査期間中は選手を試合に出していませんでしたが、逮捕後からは試合に出し続けています。そしてマスコミが事件を公表後に解雇しています。クラブの言い分では、道淵選手からの報告で逮捕の事実をクラブが把握しておらず、相手女性との示談が成立したから試合に出していたようです。アルビレックスの方が悪質に思えるけど、ベガルタも DV の前科のある道淵選手の報告をそのまま信じるのは問題があると思うのぜ。そうね、ただ J リーグという組織で見ると、報告を怠り、選手を試合に出し続けたアルビレックスの方が悪質だと思うわ。ベガルタは、クラブが事実を正確に把握できていなかったことが事実ならアルビレックスより悪質ではないけど、その場合はクラブフロントが無能だという印象が拭えないわね。次に事件発覚後のフロントの対応です。アルビレックスは社長が12月まで給与の全額カット、ゼネラルマネージャーも全額自主返納する処分をいち早く発表して、謝罪しています。ベガルタは、債務超過の募金を停止することを発表したのみで、10月28日時点ではその他の処分の発表はありません。アルビレックスは責任者をきちんと処分して、謝罪しているのぜ。でも仙台は責任者が誰も処分されていなくて、募金停止だけだと謝罪にならないと思うのぜ。そうね、私もベガルタの対応はアルビレックスに比べてイメージが悪すぎると思うわ。理由の一つ目は責任者を誰も処分していないことよ。クラブとしては道淵選手に騙されたとの思いがあるかもしれないけど、DV の前科があった人の言葉を信じて、結果として DV で逮捕された選手を、逮捕後に試合に使い続けた判断の責任は誰も取らなくていいのかということよ。結果に対する責任は、誰かが取る必要があると思うのぜ。理由の二つ目はサポーターの気持ちを考えるなら、債務超過の募金を停止しない方が良かったんじゃないかと思うことよ。世間一般は、募金の停止だけで謝罪とみなしてくれないと思うわ。そしてサポーターとしても、来季のベガルタを存続させる募金を停止するより、責任者の処分を行って欲しかったと思うのよ。サポーターが応援しているのはベガルタというクラブであって、フロントではないわ。フロントの責任者を処分せず、来季クラブを存続させるための募金を停止したのでは、コアなサポーターの心が離れていくと思うのよ。まあ、霊夢は言っているが、世間一般からすると DV 問題を起こしているのに募金を続けるのは何事だという声も当然出るので、募金の停止は仕方ないと思うのぜ。募金については、マリサの意見の方がきっと正しいわね。
結論としては、アルビレックスの方が悪質なことをしたと思うけど、発覚後にフロントが素早くきちんと謝罪したことが、受け入れられている印象です。ベガルタの方は、アルビレックスより悪質なことはしていないように思えるけど、発覚後のフロントの対応がダメダメすぎて、謝罪が全く受け入れられていません。問題発覚後のフロントの対応でこんなにもイメージが変わってしまうのぜ。そうね、ベガルタのフロントには今からでも世間一般とサポーターが納得できる対応を行ってほしいわ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございましたのぜ。